ということで、はい、始まりました僕らの担当芸人かまいたちです。よろしくお願いします。ね、たくさん来ていただきましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのわけのわからんライブに来ていただきましたね。え、嬉しいですけど ね得体が知れないですよね。得体が知れないんですよね。なんかまあ、今回の主役が、我々ではなく、うん、我々のマネージャー歴代の、はい、が出てきてなんかいろいろトークするというね、うん、まず一人目です、山崎マネージャー。します久しぶりやな。久しぶりやな山崎マネージャー。二人目ですね、はい、西本マネージャー、うん、出てきたで西本が。ほんまな、そういうファッション、どんなファッション、すごい。現在のマネージャー、カバサワンマネージャー。中間さんはね、今ちょうど2年目よね。はいはい、いろいろ出ましたね。担当前のイメージから聞こうか。あ、じゃあ山崎、はい、はい、まあ最初そうですね、ちょっとぶっちゃけめちゃくちゃ怖かったなっていうイメージはありまして、うん、どっちが、ちょっとどっちもですね。あ、まあな、片方めっちゃでかい、うん、もうその当時やったらもう目がもうめちゃくちゃつり上がってたんですよ。確かに今より釣り上がってたな。今はもう柔らかい感じですけど、うん、めちゃくちゃ釣り上がってて、うん、でも山内さん、山内さんってもう表情がない人みたいな。西本は引き継ぎの時だから、それこそ山崎から聞いてるってことやから、ってことじゃないの。あ、そうですね、はい、あ、そうそうになります、はい、そうやんな、はい、注意事項とか言われんねやろ引き継ぎって。一番言われたのは濱家さんの痛風。そんな、特に濱家さんなんですけど、うんうん、今もちょっとだったんですけど、今も出てたんですけど、なんかピリッとした空気を出す瞬間がたまにあるんですよ。でもそういうのがあったらこっちから何かありましたかとか聞くようにっていうの、なんかその西本さんから引き継いでるわけね、はい、そうですそうです。山内は、山内さん引き継ぎで何か言われた。ラーメンが好き。そんな引き継ぐ。山内さんからは例えば競馬で買った時とか、まあ、ちょっとお小遣いをいただいたりしてたんですけども、引き継ぎで言ってたピリが今出てんだよ。感じました。私は濱家さんからこれをもらいました、うん、何これ、はい、誕生日にマーク・ジェイコブスのお財布、私がボロボロの財布使ってたのを見て買ってくださったという。いいな、はい、女性には、いいな、女性には優しい。でも山内さんからも私もらってて、服、これ堺っていうなんか結構ハイブランドですよね、私もあんま知らないんですけど、のパーカーもたまたま一緒に買い物に付き添った時にこうたるわって言って買ってくれたんですけど、これ多分めっちゃ高いですよね。いや別に3、4万ちゃう。なんかたまたまついて行った時なんですけど、うん、まあ、なんか買ってくれたっていう。うん、いいな、いいっすね。誰、じゃあ、はい、お、ザキヤマくん、これこそ、ちょっとオープニングでもあったんですけど、うん、まあ、引き継いですぐの時、あのフィリピンロケ行ったんですよ、の時痛風になりまして、ここで思ったんですよ、もう痛風がもうやばいと、うん、その時ロケ中は本人はやらないですけど、ずっと僕が持ってたりとか、うん、松葉勢よね、それがすごいもうストレスで、フィリピンのあんなあったかい気候で、はい、松葉勢持ちながら移動しないといけない、だから途中で海行ったと思うんですけど、行った、そこに捨てたのかなと思って。いや、これは謝る、本当申し訳ない、これは正直にも本当申し訳ない。ロケ終わってから帰ってきたら、ちょっと撮ってる動画があるんですよ、ちょっと一回見て。お、ちょっと待って、俺今謝ったのにまだやる。いや、見たい。見たら分かると思うんですよ、どんだけ遅いねん。おばあちゃん、おばあちゃんの方が早いやんけ。ついてるおばあちゃんより遅いんです。濱家さんが手ぶらやったんですよ、大阪からこう戻ってきてたのに。でも手ぶらでね、大阪から戻ってくるわけないなと思って、マさん、カバンってどうしましたって言ったら、あっって言って、そこで思い出してカバンごと全部新幹線に置いてきてしまって。信じられないでしょ。私は山内さんで。そうやな、え、
缶コーヒーをね飲みきれないのを缶コーヒーのせいにするんですよ。ほんまやな、ようある。ムカつきますな。まあ、東京行、まあ、優勝して東京行くっていうのがもう確定して、コント、キングオブコントな、はい、優勝してから東京行くっていうのが確定してて、その時に多分なんかチーフマネージャーとなんか4人でなんか飯行くみたいな感じで、で行ってまあなんかいろんな話して、まあ最後になんか濱家さんがちょっと東京で俺ら売れてくるわっていうなんかすごいかっこいい一言を言った時にちょっと痺れましたね。え、濱家がなんて言ったんですか。俺ら東京で売れてくるわって最後にそう、東京で売れてよかったなとすごく思ってまして、僕だから今僕かまいたちさんの多分一番ファンの自信があるというか、これからも頑張ってください。僕も担当した時、こうかまいたちさんがこうちょうどガーッといろんなテレビに出始めて、これからまだ今も売れてますがさらに売れていくんだろうなと、で僕も担当したということも何かの縁なので、ずっとお二人を応援し続けていければなと思っております。お二人がマネジメント頑張ってくれたおかげでいい調子で今上がってきてて、ちょうどいいタイミングで私担当つけてラッキーだなって思ってて、毎日一緒に楽しく過ごせてるので、仕事忙しくて大変な時もありますけど、二人を全世代に愛されるスーパースターにしようと思って頑張ってるので、これからもよろしくお願いします。こんだけ言ってもらいましたから、山崎さん、山崎さん泣くと思いますか。この3人は正直だいぶハイレベルマネージャーだったなという、大ヒットマネージャーではありました、うん、本当にね、仕事も頑張ってくれたしね。そうそうそう、助かっております。